ユルブリンナーは、ロシアのウラジオストク出身の俳優である。本名、スイスとモンゴルの血を引く父親と、ユダヤ系ロシア人の母親の間に、ウラジオストクで生まれた。また、青年月日についても長年1915年7月7日とされていたが、実際は1920年7月11日と言われている。幼少時代は、中国やフランスで育った。 パリでナイトクラブのミュージシャンやブランコ曲芸師として働いていたが俳優を志すようになり1941年にアメリカに移り演技の勉強をした。ラジオやテレビシリーズに出演するようになり1950年代中盤からアクション映画や歴史対作でエキゾチックな魅力を発揮するようになった。王様と私のシャムの王様役は当たり役で、 1952年には、ロジャースハマースタインのミュージカルで、トニー賞を1956年には映画版に主演して、アカデミー主演男優賞を受賞した。当初は髪を生やしていたものの、シャム王役のイメージが定着したため、すべて反り落とし、以後は坊主頭がトレードマークとなる。その後は、西部劇やスパイ映画にも手を広げ、精悍な、 古き良きヒーロー像を演じ続ける。1970年代以降は SF やカルト的な映画での悪役など強烈な個性を武器にした性格俳優としての顔も見せた。ガンにより式が近いことが分かったブリンナーは1985年1月7日から6月30日まで当たり役であった王様と私に出演した。 彼はこの舞台に生涯を通して4633回出演した。4度結婚しており、5人の子供がいる。肺がんで亡くなったが、生前に撮影されたタバコの害を警告する CM が没後に放映され、話題となった。CM は、自分が肺がんになったのは喫煙のせいと告白する内容であり、後に娘も禁煙運動に参加することになった。 祖父は長崎で商社員として働き、長崎通事務務務めた。日本人女性との間に子を設け、今も子孫がいる。ありがとうございます。